ックシュー、皆さんこんにちは、加藤です。はい、ということでね、パンクのね修理をやっていきたいんですけども、この前自転車でチューブを買いに行ったらですね、タイヤのサイズを測るのを忘れてですね、で、あ、閉まったと思ったらこれ見つけたんですよ。なんかこれ中に入れてね、空気入れとけば、まあ、2年間ぐらいは、インスタントに、タイヤを修理できるみたいなやつらしくて、で、まあ、ちょうどいいなと思って、ちょっとこれをね、使ってみたいなと思います。で、まあ、やり方は、まずバルブの位置を上にして、で、中の空気を抜いて、で、なんか、外に刺さってたら取って、で、液体みたいなやつを入れますと、でバルブを、閉めて、で空気を入れてスピンすれば出来上がりみたいな感じらしいんですね。まあ、なのでちょっとこれから、やっていきたいなと思います。でこれを中に入れて回すと、これでね、これつなげていきたいなと思います。ちょっとカメラ難しいんで、ちょっと止めますね。はい、セットしました。これでね、ちょっと入れていきたいなと思います。ん、これもしかしたら中、蓋閉まってんじゃないかな。ちょっと取ってみようかな。はい、やっぱり中で蓋がしてましたね。はい、外しました。もう一回やってみたいなと思います。まあ、色がやべえなこれ。でこのボトルは473ミリ入ってるらしいんですけど、自転車のタイヤにしてなら110ミリぐらいらしいです。なので4分の1ぐらいをこの中に入れるみたいですね。はい、入れていきます。ん、全然いかないけど、どういうこと。はい、入らないんで、ちょっとね、定規を逆さにして入れてみます。合ってんのかなこれ。もうほんとね、わかんないっす。全然いかないし、どういうことだこれ。全然出ないですね。てか他の人のビデオ見てたら、このバルブコアってのを撮らなきゃいけなかったのに撮ってなかったっすなので今撮れたんで、これからもう一回これ入れ直していきたいなと思います。助かった。あ、これで普通に入りますね。これで入ってるやどうな。めちゃめちゃ入ってますね。なんか結構わかりますよこれ。結構入ってますね。かわいそうになんかめちゃめちゃな液体を、わかりますかねこれ。めちゃめちゃな液体入れられてうわ気持ち悪い。これ結構入れたかな、これで。ああ、今ね、これ、ここまで入ったってことかな。うん。でね、404分の1は入ったかな。まあ、こんなもんでいいと思います。ちょっともう一回、あと最後したい。はい、入れ終わりました。これでもう4分の1は入ったと思いますね。100何ミリか入ったと思います。で、このバルブ。コアってやつを戻していきます。これでいいのかな、よく分かってないんですけどね。バルブコアってなんだ、はい、戻りました。これでいいのかな。はい、これで多分戻ったと思いますね。これで外してることぐらい知らなかったですからね。やばいっしょ、動機も。はい、できました。でね、あとは空気を入れるだけなんですけど、今手元にあるこのアマゾンで買ったクソみたいな空気入れしかなくて、まあ、ちょっとこれで入れてみようかなと思うんですけど、多分無理なんで、後で、ガソリンスタンドに行ってですね、まあ、そこで置いてある機械で空気を入れようかなと思います。とりあえずちょっとこれでね、入れていきたいなと思います。じゃこれも、こうやって押すと。これもやっぱカメラって手持ちだと難しいですね。ちょっとこれで入れていきます。
全然入ってない。空気入ってんのかな、入ってないのかな、よくわかんないですね。入ってるような気もします。もうちょっとね、手押しでやってみたいなと思います。忘れてたんですけど、入りましたね、空気。大丈夫です。はい、って感じでね、なんとか、タイヤを修理することができました。って言ってもですね、まだ走っててまたパンクしちゃうかもしれないんで怖いんですけど、とりあえずはまあ大成功なんじゃないかなと思います。グッシュー。